第1ラウンドキックボクシングルールなんで、はい、ちょっと青木選手、ええ、それ違うんじゃないの。あーっと左、青木選手はうまく時間潰した、時間潰してました。長嶋はとにかく一発を当てるしかない。あードロップキック、僕もやる、逃げる相手に相手を倒すのってすごく難しいんですよ、はい、あるというふうに青木は口にしていましたが、戦い方いいっすね。おードロップキックの連続、第1ラウンドが残り時間わずかになる。ここで第1ラウンド、長嶋は打撃を当てることはできませんでした。長嶋の打撃、効果的なものは青木にありませんでした。さあ第2ラウンド、ここは青木のラウンドになるでしょう。ダイナマイトならではですからね。そうですね、来たー、来た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 来